の売上金いきなり襲われて。わかった、名前は田所。え、どういう。遠隔投資したの。遠隔投資。釈迦様、ブッダはね、過去現在未来を見通す力を持ってるの。さゆりさんもその力があるってこと。本当にごく一部だけどね。私は人助けをしたいだけ。迷える女子高生の霊を救いたい。ナイクロス。許さない。セイルちゃんはたくさんの人の希望の光なんだ。悪魔の惑わしは効かないわ。